どうも、竹城です。ジオチャンネルです。さあ、今日は高円寺に来ております。今日ね、高円寺の駅前にできました。筑豊亭という小さな寄せ小屋があるんですね。ちょっとここのレポートさせていただきましょう。あ、どうもどうも。今ちょっと撮ってますから。はい、この筑豊亭はですね、なんと我々落語芸術協会所属の柳亭しばらく師匠がオーナーの寄席なんですよ。もうできて2年ほど経つと聞いておりますけど、私初出演となります。これから芸協カレンさん12人のユニットの人気投票を行いました。その上位4名が今日出られるということで、私なんとトップ4に入りました。ありがとうございます。いや、竹千代カレンさん内ですごくいじられてるんでね、ハゲだの、金に汚いだの、めちゃくちゃいじられてるんで、多分人気ないかなと思ったんですけども、なんと3位と、私もびっくりの順位をいただきまして、出させてもらうことになりました。さらで、この筑豊亭がですね、なんと、僕初めて出させてもらうんですけど、なんとですね、今月、この2024年2月いっぱいをもって終了するということで、嘘でしょと。初めて出させるようになるんですけど、最初で最後となります。はい、まあそんな幻の寄席となります筑豊亭、滑り込みセーフで出られますんで、ちょっと思い出としてメモリーとしてここにジオチャンネルに刻んでおきましょう。よろしくお願いします。はい、筑豊亭なんですけども、本当に駅前にあります。もう高円寺の南口を出ました。歩いて1分もかからないようなこの商店街 の手前をこう入った細い路地の中にあります。もう駅徒歩数十秒といったところでございます。こちらの地方 で今日の会の知らしがここにございますね。李白、優子、竹町、高橋というカレンズトップ4が出る会で、うわすごい、いけないですね。これ自転車がありますけど、これスタッフさんの自転車ですね。今さっき来られたんで、すごいこの真ん前に置いてしまうという、でも多分そうだね、多分路地に置いたら迷惑だから、この自分敷地内に入れるってことだけど、これは入れない、すごいですね。あ、高円寺はね、今園芸祭り中です。毎年2月は高円寺園芸祭りでこのイベントやっておりますから、もう14年やってるんですね。2月中は高円寺のいろんなところで落語が、浪曲、講談、園芸が見られるということになっております。さあ入ってまいりましょう。地下にあるんですね。この特にこの辺は特に何もないということですね。さあ来ましたよ、ここです。公演中となってますけど、公演まだしてないから入ってみましょう。さあ入ってみました。あ、これが筑豊亭ですね。あ、ちょうど筑豊亭のオーナーさんがいらっしゃいます。オーナーさんじゃないか。オーナーちょっと言える範囲でお願いします。管理人の、いや確実に言えない。オーナーさんじゃなかったです。管理人の言うてしばらく署、全くオーナーさんにはね、はい、感謝してるよ。おお。いい経験をさせていただいてる。そうですね。こちら開いてどれぐらいでしたっけ。2年ぐらい。2年。うん、でいつ閉まるって。今月閉まる。今月よ。いやー、僕最初で最後ですよ。商売というものをやらせて、はい、痛くない範囲でやらせていただいた、うん、はい。2年の間かなりね、潤ってたというか、いや、あの2年のうちにここで僕が、あのプラスになった銭はない、はいはい、あ、そうなんですか。全くない。え、またなんかアコギな商売始められたなと思ったんですけど、そういうことじゃないですか。だからね、そうね、仲間がいるとそう思うでしょ。嫌なんだよ、だからもう、いや、もうね、いい、もう畳む。あら、そう、限界が来ました。ちょっと我々がちょっと感謝足りなかったです。じゃあ事前事業でやられてらしたのを、ね、オーナーさんは違うよ。オーナーさんは俺から家賃取って。まあまあ、それはそう、そういうことですよね。はいはいはい、無理です。いや、でもすごく駅からめっちゃ近いし、高円寺という立地も良くて、そしてこのちょうどいいサイズですよね。若手が勉強会やるとしたら、こういうのね、俺の大工仕事だからね。これ、あ、これご自身で作られたんですか。これ、こういうのもね、全部ね、
SDGs、 もう畑で使うこれ SDGs ですね。 SDGs 再生する、この下の材木。これもじゃあ2月で取り壊してしまうという。壊すよ。あら、もったいない。いや、すごいいい講座じゃないですか。って、いや、だからまあ駅に近いから何か、駅に近いの一番いいよ。紹介物件になるんじゃないですか。そういうことですね。はい、じゃあ幻の寄せということになりますね。ちょっとこのメモリーとして取っておきますね。あ、メモリー、はい、お願いします。思い出として。他の方いらっしゃるカメラは。あ、なんかいました。あれ？なんかいましたじゃない。一般の方は、この方は一般の方ですか？一般感すごいですけど。一般の方。いやいやいや。一般、ジムイさん、飛行艇の。はい。あ、どうもありがとうございます。マネージャーです。白山 TV で見てる方じゃないですか。こんにちは。桂高司です。白山 TV の時と全然違うじゃないですか、ちょっと。いやいや、気合の入り方が。一緒ですよ。何言ったの？白山 TV。仕事に差をつける。いやなんでさ、悪いことを言うんですか。あ、そうじゃないとね。どうも、竹千代チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、桂高司でございます。今日はここね、筑豊亭、今月で閉まるということで。うわ最初に紹介、これから筑豊亭に来ていただこうって思って回してるんですけど、閉まるんですね。閉まる、今月2月いっぱいで閉まります。いや、俺たちの登れの能力はこっちに引っ越しするから。なんか宣伝がある。ちょっと、引っ越しするんですね。高円寺スタジオの方で。お、こちらで。はいはい、これも駅近ですね。駅近です。北口、反対口の方で。ここがみんなが借りられるようにしたいと思っております。はい、え、じゃあこの講座を持って行ってくださるということですか。持って行って、向こうが受け入れられれば持って行きたいんですけど。ほうほうほう。そうじゃないやり方もちょっともう模索してまして。だってここはもうなんか年間契約です。こっちは時間貸しってことですか。こちらは、こっちは時間貸しです。これも時間貸しで、1時間の枠が、安くて3000円、高くて3500円。はい、だから3時間ぐらい借りて、はいはい、まあ、4時間借りてもどうだっていうところですよね。ただレギュラーで、はい、毎週借りるか毎月借りるかっていう人は、はい、その1時間500円引きっていうのがあるので。はい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 、はい、なるほど。だから2500円安くて、で、まあ、高くても3000円っていうふうになるのかな、はい、っていう借り方を考えると、はい、ちょっとあの靴を脱いだりするっていうのはあるんですけど、こっち綺麗なんで、はい、はい、まあ半地下ですけどね。なるほど。で、ちょっと飲食もね、そんな、はい、あの派手に汚さなければ OK ということで、割と OK なんで、まあ、楽しく演技できるかな。ここもあれですか、同じぐらいの大きさですか。同じぐらいの大きさというか、こっちの方がね広いし、おトイレが2つあります。あら、なるほど。はい、じゃあ結構進化というあれですけど、まあそうだ、栄転ですな、我々は。栄転するということですね。そう、まあ、こちらこちらでよかったですけども、はい、もういい勉強させていただきました。オーナー様には感謝をします。出世をするということで、じゃあこれでも、師匠がオーナーじゃない、また管理されるってこと。いやいや違います、これ管理人ちゃんといるんで。ああ、そうですか。ああ、だからその分でやるって時だけ、誰かやるって時だけ。だから僕が宣伝をしているのは、今のところそのここで講座を作ってやるっていうふうに全然なってないので、はい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 、皆さん借りるんだったら、はい、あの講座作って椅子並べて、うんうんうん、で、そのぐらいの安価で借りてできますよっていうところ、うん、なるほど、うん、それまで講座作りとかをやっていただくってことなんですか。日々それは自分でやるんです。あ、そうだ、置いといて、置いといて。あ、なるほどね。まあそりゃそうですよね、さすがにね。なるほど。じゃあ僕も負担減るし、はい、あのちゃんと小屋としてちゃんとしてるかなと。なるほどね。1時間じゃあ2000、1時間3000円か、はい、3500円か。なるほど、うん、良き時が3500円だよね。いやでもこんな駅前だからいいですね、うん、実はこっちの方が、うん、あの清潔感がある。なるほど、大丈夫ですか。なんかどんどんなんかこちらを褒めることによって、ここなるほどね。こっち、あのこれ風情あります。なんかこの秘密基地感があって、これはこれでいいですけどね。あったんだけどね、まあちょっとそのね、ボタンの掛け違いというかなんか、まあいろんなことがあるんですよね。はい、大人です。あ、いや、ありがとうございます。じゃあちょっといつからかはまだ未定ですけども、そちらにいつからっていうでもないよ、これいつでもいいんだよ、もうできんだよ。ああ、もうできんだ。もうできんだよ、ただあの講座とかを考えてないだけで。
わかりました。ちょっとそちらのじゃあ新スタジオの方にもしたいということで、3月にね、はい、俺が借りるから出たい人で、あ、来ました、オープン記念として、オープン記念とかこういうふうにやっていけるんだよ、ここはどうかなっていう。逆にこちらの筑豊亭ではさよなら公演はしないんですか。しない。あ、しない。しない。おお、さっぱりしますね。さっぱり終わりますね。じゃあ最終公演何月何日なんですか。28、29までやるんですか。いや最終公演いつかな。この演芸祭の間で終わっちゃうんじゃない。ただ一番最後の日はね、29日に借りて、はい、ここで撮影するって人がいるんだよね。おお、まあそれは撮影ですからね。うん。いっぱいの方入れない。でお客さん入れてとしてはもうほんの残りわずかということで、そうですうわー、思い出残してます。それまでになんか一発、はい、だから28日ぐらいまでに借りたいって人がいたら、はい、空いてたらバンバン使いますから、はい、よろしくどうぞ。ありがとうございます。ということでございます。最後の最後、じゃあこちら楽屋の方もちょっと入ってまいりましょう。あ、いました。なんか妖精ですか。はい、地皇帝の姓みたいな人がいますけど、ありがとうございます。滝川理博です。あ、理博さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとだいぶ髪伸びられましたね。はい、ちょっともうジョン・レノンを目指していらっしゃる、はい、すごいいい時代になったんで、はい、もう誰からも怒られずに済んでます、はい、ああ、この、ああ、そう、伸ばしてもね、はい、へえ、まあそうか。この業界普通だったら多分怒られてたんじゃないですかね。確かになんかヒゲとかね、生やす人もいるし、でも非常にそのツルツルの方もいるからね、伸ばしてもいいですよね。あ、ツルツルもあるから伸ばしててもあり、逆もありじゃないですか、それは。あ、はい、ありがとうございます。竹千代さんが、はい、そう言ってくれなら、そう、私もね、結構頭ハゲ出してますから。あ、そうか、鏡か、これありがとうございます。これからじゃあ リアクさん、今日カネザ投票1位ということで、あ、いや、あの、ゆうこさんなのかどちらか、ゆうこ、いや、ゆうこはなんか結構宣伝したらしいですでもあなたはもう全く宣伝もせずに1位だから、多分もう正式な1位です。はい、悪ふざけで入れてくださった方が、すごいですね。一番宣伝してない、一番カネザのこと考えてない人が1位っていうのはなんか考えてないんでしょうね。でもね、結果的に気持ちないですけども、ええ、おめでとうございます。はい、家電材はあります、ね。いや、今日トリオ取りますから。来てくださるお客さん、さあ、これ今からこう、うん、駆けつけてくるお客さんも見てるやつ。いや、見てないです。これは生配信ではございません。あ、生配信。だ、今日の宣伝してももう遅しです。そうなんですね。もう今日終わってから、あ、終わったらじゃアップしますので、来てくださった方が見るかもしれないですね。はい、でもね、そういうことですね。確かに。そのオープンなんかメイキング映像として後でね、ちょっと先出しでありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとこの楽屋入ってまいります。楽屋といっても、ここが講座でございますけどね、かなりですねアットホームな寄席です。これが地豪邸のネタ帳だということですね。あれ、なんかもう2月1日なんだ。お前は金次と南楽をやってたんですね。2つ目、成田でのお二人だ。おー、高純さんとかね。なるほど、電子師匠。こっからかっていくわけですね。じゃあ皆さんに、この、筑豊亭、閉まってしまいますんで、この、高座からの景色、最後見ていただきましょう。こんな感じです。椅子は20脚あります。なんか、ホームページは詰めて50入ると書いてありましたけども、50入るかこれっていうあ、ね、こういう感じですよね。青木さん、これ20、これで椅子、あの大きい緑の椅子が20と、でこの前の小さい椅子で5席入ってます。まあ確かにこれぐらいがもういっぱいですよね。一応詰めたらもっとちっちゃい椅子を並べられるそうなんですけど、まあこれぐらいに人いてます。はい、そういうわけで、あ、トイレはそこにありますね。筑豊亭高円寺、今月で閉まります。新筑豊亭にも期待しましょう。ありがとうございました。